お疲れ様さ。ということで始まりました、コーズの趣味部屋。はい、今回も呪術廻戦ですね。はい、そちらの方ご紹介していきたいと思います。今回ご紹介するのはですね、スイーツ、こちら、特級呪術師五条悟の甘味展開焼き菓子クッキーですね。はい、こちら細長い長方形の箱ですね。イラストがね、4巻の表紙のイラストですね。これね、普通にクッキーが入ってるだけじゃないんですよね。まあ、クッキーの絵柄はこんな感じ、クッキーにもプリントされてますね。で、シールが入ってます。全20種10枚入り、全20種のうちランダムに10枚が入っていますということなんでね、はい、こういう感じのシールが入ってます。あ、プリントはそっちか。はい、勘違いしておりましたね。はあ、プリント入り焼き菓子の方が全20種のうち10枚入ってるってことか。こっちのシールの方がどうだ。シールはね、ステッカー全4種のうち1枚入り、はい、この4つのうちどれが出るかですね。はい、はい、こちらを、はい、じゃじゃん、2 第2弾のクッキーも買えました。はい、領域展開しているイラスト、2もあったんですね。はい、こっちも買っちゃいました。はい、クッキーのプリントはね、変わりましたね。はい、第1弾のやつとは変わってます。同じですね。全20種でランダム10枚入りだね。はい、で、ステッカーは全4種1枚入り。今度はね、こういうセリフ付きのイラストですね。原作イラスト。はい、といったこのね、ワンツー、それが感じでね、3つずつあります。はい、領域展開、はい、といった感じでね、6つ開けちゃいましょう。はい、はい、ではね、ビニール破ったんで、もうあとは開けるだけと。はい、でね、箱をね、よく見てなかったんですけど、裏側もね、こうイラスト入りなんですよ。かっこいい。この箱だけでも価値あるね。五条好きにはたまらない。しかもね、これもね、ステッカーもね、必ずどれも五条が当たるっていうね。はい、で、一応狙いを言っておきましょう。まあ、4巻の表紙、こちら結構一番好きなんですよ。はい、4巻の表紙のこれ、またはこれね、この扉絵のやつですね。まあ、あとはこれっていう感じかな。1,2,3,4 って感じで。はい、では早速開けちゃいましょう。どんな風に入っているのかわからない。これはどういう風になってるんだ。あ、裏か。これ裏側ですね。なるほど、こうか。あ、そういうことか。ここに折れ線があるんですよ。これつまり駄菓子屋方式ですね。いや、今わかんないかもしれないけど、前ね、駄菓子でこうやってポンって開けてベリベリってめくるとね、おもちゃが開いてたりするやつがあったんですけど、それと同じですね。こう押してこう開けて1枚ずつ取るっていうやつですね、これね。あ、今更気づいた。あー、その点線か、これ切れ目っつうか。
そういうことか。まあでも開けないけどね、ここはね、もったいなくて。あ、まずちょっとクッキーが見えましたんで開けてみましょう。ああ、こういう感じですね。まあ、プリントは結構薄いですね。うん、薄い感じ。薄い感じにプリントされてる。まあ、このクッキーは普通に食っちゃいますけど、はい、もったいない。食わないのがもったいない逆にね。こういうのは。多分シールはね、真ん中ら辺だと思うんだよね。ですね、中に入ってるパターンですね。よし、あれシールが入ってないぞ。これはどこかしらに入ってんのかな。じゃあちょっと順番も何もどっかに入ってんだよな。1個目はなし。1列目は。2列目もなし。2列目のこの5畳の幼少期いいね。多分ここかな。やった、一番欲しいのが出ましたね。あ、こうか。一番欲しい工場先生が出ましたよ。やったぜ。後ろ書きは何もなし。はい、本当にステッカーですね。一番欲しいイラストの工場先生来てくれましたね。よかった。はい。ということで、真ん中の一番底に入ってるみたいですね。はい。残りの焼き菓子のプリントもこんな感じ。ほっこり、ほっこりって書いてある。あとちょっとね、いたずら書きみたいな工場先生。あともう一つ欲しいイラストの工場先生ですね。とある男の肖像画。大丈夫、僕最強だから。はい、大丈夫、僕最強だから。いや、いい、まあ、これ食っちゃうからいいんですけれども、はい、はい、ということでね、2箱目いきます。まあ第1弾の方から全部開けます。とりあえずね、あるところは分かったんで、まあな、クッキーの図柄はいいですよね。はしょります。はい。長くなっちゃうんでね、動画がね。はい。では、ここ、問題の一番底ですね。はい。ここ。2番目に欲しいね、とある男の肖像画。あちらのイラストがいい。あ、ちょっと見えちゃった。まあ、これね、ダブっても全然 OK ですから。はい。いや、一番欲しいやつがダブりましたね。これはいいです。はい。では、3個目。はい、3個目です。果たして、3ダブリあるのか。はい。とある男の肖像画がいいですね。はい、いきます。せーの。10秒経ったら戻っておいで。え、ちょっと待って、こんなことある。こんなことある。
3個買ってサンダーブリッドで、まあいいんですけど、うん、一番好きなやつなんで。はい。ああ、サンダーブリある。いやあ、4種類あるんですけどね。さすがダブリの神様だけあるね。これは参った。はい。第2弾のやつもね、後ろ見てなかったんですけど、イラストこういう感じ。かっこいい。この五条先生のこのイラストめっちゃ好き。めっちゃかっこいい。このグラさんのやつもいいしね。いや、いいね。やっぱ五条先生全部かっこいい。はい。で、第2弾はね、はい。この中だと、まあ、言うまでもなく、私がいつも言ってるように、挙式紫を打つ時のこれですね。これが一番好きですね。少し乱暴しようか。結構これ、名言だよね、ここら辺ね。死ぬ時は一人で、とかね。かっこいいよ、言うことはかっこいい。で、大丈夫、僕最強だからね。まあ、欲しい順番で言ったら、これ、あ、でもこれも好きなんだよな。これ、これ、この二つ、どっちもどっちだな。どっちもいいんだよな。まあ、同率3位ということで。とりあえず、これ、これ、これが出たら、勝利。はい。焼き菓子はね、クッキーのプリントは、第1弾と同じでね、端折ります。はい。まあ、ここらへんね、夢があるんだ。はい。ということで、真ん中ですよね。はい。乱暴しようか。来い。乱暴しちゃってください。いきます。せーの。なるほど。はい。無料空所。はい。無料空所出ましたね。まあ、どれが出ても外れはないんですけどね。いやー、無料空所。やっぱいいな、無料空所も。いいわ。はい。はい。では、2個目。2弾2個目、はい、ちょっとお茶目な落書き五条先生。落書きかどうかは分からんけど、ちょっと待って。夢があるんだにひびが入ってる。嫌な予感。いきます。せーの。はい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 、名言です。はい、はい、どうぞ。大丈夫、僕最強だから。はい、ということでね、まあこれはもう名言中の名言なんでね、うん、まあ、これもやっぱどうしても絶対が全部欲しいんだよな、本当はね。はいはいはい、3つ目、3個目開けました。では行きます。ラスト、ラストの領域展開。来い。挙式紫。大丈夫、僕最強だから。はい、ということでね、ずらっと開封してきました。いや、もう第1弾に限ってはね、うん、まあ一番狙いのやつがトリプルダブリっていうね、トリプルリ、はい、トリプルルカだと思う。トリプルルカ、トリプルルとは思わなかったな。いやー、そっか、まあでもいいんですけれども、
はい、まあ、ただね、別の絵柄も見たかったなっていうのはありますけれどもね。はい。まあ、第2弾に至ってはね、まあ、京式紫入れなかったね。まあ、ダブリの神様ですからね、私。全然揃わないよ、こういうのは。はい。ということでね、皆様もね、これ買いましたかね。まあ、期間限定でね、ジャンプショップで私は買ったんですけれども、ネットのね。はい。まあ、今はもう、完売してるっていうか、もう販売終了してるんでね。まあ、ステッカーだけでも欲しい人はね、オークションとかフリマサイトで購入してみてはいかがでしょうか。ということでね、今回の開封動画以上になります。ぜひね、これを見てよろしければチャンネル登録、高評価、あとね、コメントいただけますと幸いです。では今日はこの辺で、ご視聴どうもありがとうございました。